そう、この時計の音が、ね、これね、この時計の音が、テレビ効果ってあるんですか？ようこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、例外ですけども、はい、多分マスターテレビ見てきましたなんていう、そういうところに向かないような感じです。なんとなくわかるんですね。はいはいはい、あれもしかしたらっていう、あんま言わないという感じでね。3月から3、4、5、6、はい、4ヶ月ぐらいですね。見えてますね。あ、効果あるな。他のテレビだと消えますね。あ、例えば広志のあれ放映前に林家たい平さんの、はい、林家たい平さんがここで、はい、あれはの人、あれはマスターたい平見てきましたよなんつってね、わー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 騒いでましたけども、ひろしさん見てきたっていうのは僕初めてですか？そうなんです。でも最後に、はい、最後に言いますね。あ、見てきました。あ、そうですか。ですからこういうお二人は例外というか、つまり彼のキャラクターは独特ですね。あ、例えばコーヒーは闇ですねなんて言うとですね、あ、闇、はいはい、普通はよしさん、それはどうかと思いますよなんて抗議してもいいですよね。あー、コーヒーは光です、はい、まばゆいばかりに未来を指し示す光ですぐらいね。ところが彼はね、コーヒーは闇ですねって言うと、でもマスターもなんか言ってたじゃないですか、コーヒーは今嫌いですと、ね、これは関係ないですね。これはつまんない、はいはい、これ見てください。コーヒー店。王変です。ああ、王様、はい、はい、はい。ドリンクのキングです。おお、そうですね、おお、はい。それから王変を隠しても、はいはいはい。かか、ひか、丸か、罰か、生きるか死ぬか、全身か交代かという、非常に潔い。かか、ひですよね。かか、ひですね。王様二つ。苦くて飲めないなんて言ったら、お前はまだ飲むレベルに達してない。そう、砂糖菓子で。お子ちゃまで。じゃあ私ちょっとマスターに邪道って言われちゃうかもしれないんですけど。いや、いいんですよ。私ミルクを入れないと飲めないんですね。あ、いいんです。あのね、ちゃんとありますから、そうね。ヒロシはさすがですね。そっから来ましたね。これですか。ね、ああ、はいはいはい、コーヒーになって例えてやるってことですよね。当店47年間経営してますけども、ヒロシが初めてです。ああ、そうですか。そこに持ってったのが。
6月末でね、終わるの、これも。あ、もうやらないの？これがブレンド P ですね。あ、ありがとうございます。はい、ちょっと、私たちの脳は意外とエラーというか、ミスをする臓、ことがあります。で、今お飲みになるときに、熱いという信号が真っ先に脳に行きます、はい、その熱いと同時ぐらいに苦いというそういう信号、はい、熱い苦い、熱い苦い、この危険信号を脳は捉えますね。でその、 危険信号を脳に分からせるためには二口、三口、六口その信号を受け止めて脳がどう反応するか、その辺がお客様のこのコーヒーに、ねね、向き合うで、それでこの苦味をどれぐらい和らげるかというのが砂糖の量になるわけです。あ、最初わっていうとついつい砂糖の量が多すぎる、そういうエラーを犯します。ですから個人差がありますけれども、3口目かもしれませんし5口目かもしれませんけども、その時に正しい ほぼ正しい苦味が伝わりますから、その苦味と向き合うか、その苦味を抑えるかというので砂糖の量も決まってくると思いますし、で半分ぐらい引いてからクリームを入れると砂糖の入ったコーヒー、それからクリームの入ったコーヒー、2種類の味を楽しめますので、で場合によったら2つも3つでもクリーム入れてください。はい、最初に入れないようにクリーム、わかりました、いただきます。ありがとうございます。今のその苦味は好きな苦味です。大丈夫ですか？はい、ああ最初からの脳がいい OK っていうサイン出してましたかね。そうなんですか。それございます。これはヒロシが2杯飲んだんですけど、はい、そのうちのカップ1つ。わかりました、ありがとうございます。ファンなんですね。はい、そうです、ありがとうございます。いただきます。ヒロシです。そんな風になっちゃったのに、どうぞ。うまいね。苦味が酸味。
うまいかまずいかどっちかない。せっちゃんのこの CBM 左利きの人いる？左利き？俺ら会社左利きばっかりで、どうしたの左利きっていうのはなんか書きにくそうに見えるんやろね。そうだよね、不思議な感じだね。こうね、うん、でもあの電車の乗らんからあんまり分からんけどタッチするやろ、うん、IC カード。大概右なんや。あ、やりづらいね。多分左の人やりづらいと思うわ、うん、ご飯の箸も鉛筆も、うん、結構全部左で、昔は直しって言うてね、うん、直されたらね、左利きね、無理やけど、うん、なんかいいなとか思っちゃうとちょっとかっこよく見える。タッチは左やで、うん、なんか左利きって頭が良さそうなんで、そんなことないか、うん、まあなんかもう俺ら小学校の時左利きはちょっとっていうイメージがあったけどね。僕のこのトムヤが左利きをやめなさいって言ってたと思うんだけど、あ、回ってるよね。また回ってないよ、また。